皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは現場主義でいこうというお話をしたいと思います。現場主義っていうのはですね、私が営業でやってた時とかも結構ポリシーにしてたあれなんですけれどね、どういうことかっていうと、結局本当の、要望とか思いっていうのはその場、人ですね、人ベース、その場にしかないって思ってるんですよ。だから私は、とにかく現場の声をよく聞きに行く影響ではありましたね。でないとですね、マーケティングっていうのはもちろんウェブでできるんですよ。データ上ですね、何人の人がこんな風に思ってるみたいな、データリサーチみたいなところから引っ張ってきてそれをやったりすることもあるんですけれども、それってね、やっぱりね、私のニュアンスではね、机上の空論っていう感じなんですよ。生々しい声はその人、人間ですね、人がやっぱ答えを持っているっていうふうに思っているので、とにかくよく現場には聞きに行ってましたね。だからインテリアやってた時もそうだったし、ブライダルのね本もそうだったんですけれども、一見華やかに見える世界の方って裏って全然そんなことないですよ。知ってる人はもちろんご存知と思うんですけど、インテリアコーディネーターも種類がいろいろあって、本当に製図とか書くで図面までっていうインテリアコーディネーターももちろんいるんですけれども、私は家丸ごと全部見ていたので、最初とかは木工事以外はほとんど全部打ち合わせしてましたね。水道屋さんとも話したりとか、大工さんとももちろん話すし、電気屋さんとか、設備屋さんとかね、あとトリートメント、ウィンドウトリートメントとかいうとカーテン屋さんとか照明器具とかね、そういう話とか、だいたい 1個の家作るのに、工程表っていうのを作るんですけど、25業種ぐらい絡んできたりとかするんですよ、最大。だからその人たちと打ち合わせをするのに、私が例えば教科書で習ったからとか資格を取ってるからとかっていうのって全然役には立つんです。立つんだけど現場って違うんですよ。だから図面描くんだけど、特に建築ってね、面白いのはこの一本の線がそのまんま実物になるから、この一本の線って侮っちゃいけないんですよ、結構ね。でその状態を現場に見に行くんですよ。そうするとそのようになっていないとなぜそうなのかっていうことも含めて、打開策っていうか前後案とか話したりとかもしますし、書いたものが建物として立っていくので、結構なんか現場で思わぬことが起きてたりとかっていう時があったりしますね。で特にリフォームとかは壁開けてみないと分かりませんからね。開けたら何が出てくるか、こんなところに梁がとか、こんなところに柱がとかね、調査で見えてないものが後で見えてくる時とかは現場力で対応するしかないので、その時は人間の知恵で頑張るしかないっていうところなんですけど、そんなこんなも含めて現場に行って、だからそれこそダメな時とヘルメットとかもね、かぶったりとかしますし、男の人ばっかりのところに行ってね、いろいろ話をして図面開きながらやるっていう、インテリアコーディネーターってガテン系ですよ、どっちかっていうと。で私がそういうことをするもんだから、施主様はものすごく信頼してくれます。要は、私はインテリアコーディネーターは建築の方の通訳だっていうふうに思っていて、その建築をやっていた時に、奥さんとか当然ですけど建築用語って難しすぎてわからないんですよね。でも私が間に入って、こう本当はこうしたいのよっていう、それを職人さんが全部分かってくれるわけではないですよ。で分かってくれたとしても、ゴーサインを出すのはその責任者である会社の人間がゴーサイン出さないと勝手に施工はできないんですね。だからその調整に入るので、建築の方の部分の通訳だと思って私はインテリアコーディネーターをやってたんですけれどもね。だからガテン系です。その代わり建築士並みの知識とかを持っていたので、建築士の方と普通に話もしてたりとかしてましたし、現場に本当に行ってよかったなっていうか、現場に答えがあるっていう感じですね。踊る大捜査線みたいですけど。
でこれは今パンをやってても当然変わらなくて、じゃあパンにとって現場っていうのは何なのかっていうと、お客様の要望とかお客様の声ですよね。だからここをあの見過ごすと、まあ全然違った部分になっちゃう。机上の空論で自分が思ってたお客様像と本当は来ちゃってるお客様像がずれてる時って実はあったりするんですね。あとはこんな人を呼びたいって言ってるのに来た人が全然違う人だったら呼び方に問題があると思った方がいいので、まあそういうことも含めてですね、あの現場お客様の声っていうのはとても大事になります。それを把握した上でどういうプロモーションをかけていくのかっていうのを考えていくっていうのが、まあ、経営者がやるお仕事になるわけなんですけどね。ただ私は昔からずっと現場主義です。それが一番早くて一番なんか正しい解決策もらえるかなと思っているので、暑かろうが寒かろうが現場に行ってましたね。だから画伝系です。エレガントな画伝系でございます。はい、ということで、あの教室の先生はそこまで画伝なことしなくても声聞けるじゃないですか。だからね、そういう意味ではいいと思うので、どんどんお客様の声聞かれたらいいかと思いますので、頑張ってみてください。それでは。